ナカマドソーバスカミックスタは、バラ科の落葉鉱木。赤く染まる紅葉や果実が美しいので、北海道や東北地方では、街路樹や、公園樹としてよく植えられている。南千島を含む北海道、本州、四国、九州の霊温帯の山地帯の上部及び、阿光山帯の林地に自生する。カラフトや朝鮮半島など、アジア東北部に分布。 産地の水並ぶ名林から森林限界まで普通に分布する。本種は以下の3変種に分けられる。それぞれの特徴は、形態、生態の高参照、紅葉した七かまどの服用、七かまどの樹皮、七かまどの花、七かまどの実、高さ3から12メートルの大高木から高木で、産地では普通高さ6から10メートル程度だが、15、 メートルになるものもある。高知では小低木となることが多い。葉は長さ3から9センチメートルの側小葉が4から7つい、向かい合ってつく長さ15から25センチメートルの奇数上複用。商葉は非神経、または長蛇炎上非神型で、先は尖り、幅は1から2.5センチメートル。章葉には細かく鋭い巨子、または重巨子があり、 両面ともほぼ無毛。商用の表面は緑色で、裏面は単緑色。編集、サビバナナカマド S、カミックスタバリエーション、ルーフォーファージニアでは、歯裏の主脈に沿い、2、サビ色の毛が密生する。果樹や額にも、褐色の長男毛が生える。また、商用基部の端句状には、褐色の毛が生え、これは、ナナカマド属共通の形質である。 変質島の仲間ド S。カミックスタバリエーション。ウィリフォーディでは、コバが4から6体と少なくて、形は幅広く短い。幼女は5世。樹皮は平滑で、横長の細長い皮目があり、桜にややにる。若い樹皮は褐色から淡褐色で、皮目以外は滑らかだが、成長とともに肺褐色となり、老木では縦に浅く裂けるようになる。樹形は株立ちで、 逆放棄形となる。強硬直径は15から30センチメートルになる。材は褐色で固く細工ものに適している。6から7月の初夏には白い花を多数咲かせる。花は5枚の花びらからなる6から10ミリメートルの大きさの小花で、複産防花序の形をなす。湯水は20個で、花中は3から4本。秋には鮮やかに紅葉し、休憩で、 直径5から6ミリメートルの赤い実を実らせる。実は、晩夏から冬まで見られ、葉が落ちても残る。実は、蓮クや、アトリつぐみなどの鳥類の食用となる。果実種にも利用できる。塔がわが輪に覆われ、つまむと重視によりしばしば粘る。北欧などで真余けとされているのは、七ドと同じ、七ド属だが、別種の西洋七ドである。燃えにくいことから、 日よけの木や落雷よけの木として演劇とされる。七かまどという和名は大変燃えにくく、七度かまどにくべても燃え残るということからつけられたという説が広く流布している。七度または七日間かまどで焼くと良質の炭になるという説もある。牧野富太郎は牧野日本植物図鑑で本種の公にと記している。現在でも辞典類ではこの説が取り上げられる。 下は、その一例である。ただしこれは、現実的には正しくないようで、実際には、七かまどの焚き木はよく燃えるとの記述もある。例えば、植物名の由来で、中村博士は、と自らの経験を述べている。中村の説によると、七かまどの木炭は、火力が強く、これを作るには七日間炭焼きのかまどに入れておく、必要があったため、七日か,かまどと呼ばれており、 それが詰まって、七かまどになったという。鶴田智也は、草木寿司で同様に事実を経験として述べ、名前の由来には別の意味がある、可能性を示唆している。中村博は、植物名の由来でと述べている。花くわ樹とは七かまどを指す感名である。北海道では果実を用いて、ジャムやマーマレードなどの製造が行われている。生の果実中に存在するソルビン酸は、 ナカマドの学名より取られた。現在は合成したものが保存量として使用される。西洋ナカマドの成果実にはパラソルビン酸が0.4%から0.7%含まれるが加熱処理や乾燥でソルビン酸に変わる。健康食品の安全性、有効性情報のサイトではヨーロッパのマドの新鮮な果実を過剰に摂取することに注意を喚起している。 庭木や街路樹、花材として用いられる。植え付けや、勢い姿剪定は1から3月に行われる。神切虫の食害を受ける。完熟前に取り巻きし、未生にて増やされる。北海道白石区、北海道門別町、温別町、所町、阿部田町、石狩町、青森県と和田湖町、新潟県、妙高村。ありがとうございます。